お送りした曲は「クリープハイプ」で「寝癖」でした。寝癖じゃないんですけど風が吹いたから今日スーパーサイヤ人みたいに髪の毛がぽファーっとしてます。DJ 太郎がお届け JWaveHelloWorld 今夜は「キッズ HelloWorld」です。パパママリスナーにおすすめする親子で訪れたいスポットやトレンドをご紹介続いてこちらのトレンドをご紹介します。ベビーサイン皆さんベビーサインというです、ね、キーワードご存知でしょうか ベビーサインはパパママとまだお話ができない赤ちゃんと。まあ、すぐに会話ができるというサインなんですね。では、ここからはですね、日本人男性初のベビーサインアドバイザーにご登場いただきましょう。武人さんです。んんよろしくお願いします。お願いいたします。あの、武人さんは、はい、あの。 んですピン芸人さんでいらっしゃいましてもともとはトリオで,です、ね、活躍された B コースの一員でいらっしゃいましたとで現在はピンで活動されているということなんですけど、はい、で昨年、このベビーサインのアドバイザーに認定され現在は芸人活動の傍らベビーサインの教室も開いていらっしゃるんですそうなんですよですベビーサインパパアドバイザーっていう、ね、日本人男性第1号の資格を <laughs> ベビーサインパパアドバイザーが一番最初のお、ね、取、はい、りになって ベビーサインって、はい、どういうものなのかちょっっと詳しく教えてもらってももらいいですかまあ先ほどもちょっと説明していただいたんですけどまだ喋れない赤ちゃんとまあ2歳ぐらいまでの手話やジェスチャーを使ってコミュニケーションを取るっていう育児法なんですけどもこれはね本当に育児がちょっとね楽になったり楽しくなると思うんで皆さんやっていただきたいんですけどもやっぱりね喋れない赤ちゃん一番困るのがなんで泣いてるかの理由がわからない。ってね おっぱいが欲しいのか熱があるのか、はい、おむつが濡れてるのか、うん、それを赤ちゃんがサイン出してくれてわかるっていうねあ実はそうですより出してるわけなんですねそう、まあ、こっちは教えるんですけども教えてそれを覚えてくれるっていう、はい、そうなんですよなるほどでもまあ勉強じゃないんでこう話しかける時にそのサインをしながら話しかけたらそれを自然と赤ちゃんがやってくれるようになるんですごいちゃんとそれを覚えてくれるうそうなんですよこれはパパにいいですよねパパにいいです本当にね 本当にね僕も嫁に離乳食あげといてとか言われた時にどのぐらいの量あげといたらいいのか分からなかった時に、うん、子供がねもっと欲しいっていうサインとか出してくれるんであもっとあげていいんだとかそれはパパのお留守番してねあの奥さんの機嫌を取って、はい、今日は僕は面倒見るから出かけていいよと、はい、で世のお父さんも大体です、ね、子供が泣くとまずあのお腹が減ったと思って、はい、すぐミルクをあげるけどそう,、ね、実はそうじゃない時が多々あるみたいなそとを聞きますよ それあるんですよ、ね、あとね2歳までの子供が何を思ってるかっていうのが分かるっていうのが例えばねうちの子だったら11ヶ月の時に魚っていうサインを出せたんですよ、まあ、手をね魚が泳いでるみたいにこう動かすサインなんですけどこれね例えばテレビを見ても魚ってやりだして絵本の魚を見ても魚ってやりだしてあ、11ヶ月で。 実写と絵本が魚って分かってるんだ認識ができてるとできてるんだこれすごいなと思ってたらスーパーの鮮魚売り場に行って刺身を見ても魚ってやったんですようわもうだから完璧分かってるお父さんとお母さんが今日夕飯魚にしようかとかいうのを聞いてて魚っていうのを分かったんですよね頭の中でどんどんこう認識が連鎖的につながっていくんですね2歳まででここまで分かってるっていうのが すごいそういうのがないと喋、はい、ってないイコール分かんないって気がするけど、はい、実は違うそうなんですよでベビーサインをやってる他のお父さんからも聞いたエピソードなんですけど「はい、赤ちゃん」っていうサインと「雨」っていうねサインをできるお子さんがいて外に出てった時にこ雨が降ってて「雨」っていうサインをしたらしいんですよね、ええ、その子が、ええ、でその後に「赤ちゃん」っていうサインをしたらしいんですけど赤ちゃんどこにもいなかったらしいんですよだから「小雨」を「雨の赤ちゃん」って。 子供ってこんなメルヘンなこと思ってるわけですよ2歳までねこれは大人になるとそういうふうに思えなくなりますからねそうなんですよこれをこんなこと思ってんだって知るだけでも育児が楽しくなるんで皆さん是非やっていただきたいなっていうね武田さんがでもベビーサイン始めたのは何がきっっかけだたんですこれがね恥ずかしい話なんですけど出産立ち会った時に男って何もできないんだって思って。 自分は、ね、そう<ー>これはもう子供が生まれてからはもうなんとか嫁を超えるポイント稼ぎしなきゃと思ってうん、うん、まず一番恥ずかしい話嫁のね8ヶ月検診行ったんですよ、はい、でエコー検査で子供のね心臓の音初めて聞いた時に、はい、お父さんになるんだっていう現実が襲ってきてそこ,そこで倒れちゃったんですよ俺 <laughs> ちょっと待ってください出産に立ち会ったじゃなくてその前のエコー検査で子供の心音聞いたら。<laughs> その音が迫ってきて、ええ、その場で倒れちゃって床に、ええ、ちゃんとねバクバク言ってるわけですよそうなんですよ、はあ、そんでもううっすらとした記憶の、ね、中で先生の声もちょっと小声に聞こえてきたんですけど、ええ、先生がね嫁怒ってたんですよこうなるお父さん意外といるからこのぐらいで旦那のこと責めちゃダメですよってあ意外といるんですかそ,そうななんんですよだからなんからね あの出産の不安とか産後鬱とかで、奥さん側の問題って結構世間に出てるけど。お父さん側の問題って結構あるんですよ。実はあまりね、そんなに大きく。よくね。だから。倒れちゃう人も結構いるんだと思って。実は。そうなんですよ。ね。だから。手がかかるお父さんになっちゃう。そう。だから。子供が生まれてからは、どんどん俺頑張ろうと。嫁を上に立とうということで。ポイント稼ぎのためにも。 な,るほどね、なんでとか資格を取れないかなということで、ええ、育児系の資格をですね、ええ、僕取り出してこの前も取ったんですけど全部で6個持ってるんですよすごい <laughs> そんなにあるんですか育児系の資格、まあ、ベビーサインパパーアドバイザーじゃないですか、はい、今日言ってる、うんええ、あとですねベビーダンスアドバイザーっていう資格ダンスこれはですね日本人第一号です素晴らしい、はい、寝かしつけにぴったりという,う赤ちゃんを抱っこしながら寝かすんですけどなるほどなるほど これね、あのー、出産してないとかパパママじゃない人も聞いてる方多いと思うんですけどもすす、はい、なんかね夜中にお母さんが赤ちゃんを抱っこして歩いてるのとか見たりする時あるじゃないですかうん、うん、でなんでこんな深夜子供連れて歩いてるの,あ,歩いてのあれって子供ができてから分かったんですけど子供が寝れないんですよ家の中だと。 お母さんが動いてたりしないと、あ<ー>あ<と>、なんかそういうなんか空気感みたいな必要だってことなんですね。すあと電車の音とかを聞かせないと寝れないとか、あ<ー>だから外歩いてるんですよ。なるほど。そういうママのためにピッタリベビーダンス寝かしつけにピッタリなんですよ。すごい。 もう次のゲストの話までいきます次回。これはエンディングじゃないのにまだ冒頭のトークでもう次回ここがね吉本の芸人のところですね自分をゴリゴリに売り込むでまずはでも今日は今ダンスということでベビーサインから今日きをしたいと思いますじゃあ曲を挟んでですね武人さんにベビーサインの簡単な動きを教えていただきますお願いします いやでも魚の話は面白い <laughs> これでも本当こう思ってんだって知れてよかったですねね、そう考えると実はもっと意思の疎通ってもっとお子さんちっちゃい時から実は本当はできてんだなそれはお父さんもお母さんも嬉しいでしょうね,うねだからお父さんとお母さんが子供の前で喧嘩したら本当ダメだと思いますわかりますよね何を思ってるか知ってますから何を喋ってるかも分かってるわかってるんですよ、ね 分かってないと思って言ってますけどそうなんですよ分かってるわけですね分かってるんですよだからですよあのお母さんにね怒られてるお父さんの目を見て魚ってやったりとかね目が泳いでるみたいなねなんで俺が怒られてる時に子供越えんだろうみたいなね目が泳いでるなんてだから夫婦喧嘩してる時とかによく子供が間に入ってくるとか言うじゃないですかパパやめてとかいう感じで、あれ分かって理解してるんですよなるほどねだからまだ喋れないだけで この喉と口が発達してないだけで筋肉が分かってるんで、うん、喧嘩やめなきゃなって喧嘩やめなきゃなっていやいや思ってるよりちっちゃいとこからいろんなこと感じてますよ嫁と子供の前では喧嘩やめようって話してそうしたら嫁が「メールで喧嘩するようになったやめてほしいね」って言ってんのに<で>その笑顔のままでピッつって <laughs> トイレ行ったなと思ったらメールになって長文のメール来るんですよ。<laughs> あのさみたいな <laughs> で男たるものこれはもうかっこよく謝んなきゃということで、うん、ごめん俺が悪かったって短く返したらなんで長文の後こんな短いメールだ <laughs> これは難しいですね <laughs> 何を求められてるのかまずかそこからまず入らないというね今度はあのベビーサインじゃなくてあのママサイン的なこれは何ですかあの出してるんじゃなくてもう読み取る。 ママの仕草で。うん、ママえー、ママの仕草で。<laughs> これ怒ってるぞと、えー。そうそうそう、えー。この時間に友達に電話してる時っていうのは。結構実は機嫌がいいのか悪いのかとかわからないですけど。それ分かったらいいですね。えー、ある程度。え、はい、嫁のね。外食で食べたいもの分かったらいいですよね。私何でもいいって言いながら、自分の中に答え持ってるじゃないですか。ああ、分かる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 。それ,、ね、それで喧嘩になるじゃないですか。<laughs> い,やいいよ別にいいけどねみたいな感じで、はいね、パスタっていいよ別にいいけどなんか違うんだよねみたいな <laughs> だったらいやーって思うけど、ね、う <わ S 1> そのママサイン出しててくれれば <laughs> 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 そういうねこですよ今度ママサインっていうのもね <laughs> あそれ開発して2人で開発して, <laughs> て面白いかもしれないですね, <laughs> ね でななんとなく機嫌悪そうだなっていうサインが見えてたらやたら子どもの面倒を見たりいち早くゴミ捨てに行ったりとかなんかねこんな,なんか寒いのにありがとうねうん大丈夫だよできることだって言ってねみたいなそういうちょっとなんか拍子抜けさせるっていうかね言ってた気分を和らげるみたいな日本は幸せになりますしね日本幸せになりますねそれパパもちょっとそういうコツを覚えとけばねままに怒られないみたいなそれでいいんじゃないですかねそういう。 DANCE ジャスティスのナンバーをお届けいたしました HelloWorld 今夜は KidsHelloWorld パパママリスナーにおすすめ親子でね訪れたいスポットやいろんなトレンドをご紹介しておりますがゲストは日本人男性初のベビーサインアドバイザー武人さんです引き続きよろしくお願いいたします先ほどもね、はい、お子さんが魚って認識すると、はい、水族館に行っても どっ食べに行っててもそうですね,ね。夫婦喧嘩でお父さんの目が泳いでても魚って、はい、それ最後ないかお父さんの目を魚って例えたら最高にす、ね、最高ですねそれはちょっと笑いが分かるお子さんだったりしますけど <laughs> さあじゃあここからはですね、はい、実際にこの簡単なベビーサインをご紹介いただきたいと思いますラジオの前でも皆さん、えー、簡単にできるんですが、はいえー、ちょっとこう 詳しい動きをご覧になりたいとい方は番組ホームページの YouTube ライブ、はい、JM ハローワールドチャンネルでチェックできますはいではい竹田さんお願いします僕はねまず一番最初に覚えてもらいたいのは、はい、おっぱいのサインなんですけれどもこれ重要ですね子供が一番最初に生まれた時に要求する一番最初のものおっぱいですから、はい、これね牛の乳搾りから来てるんですけれども、うん、こうおっぱいって手をね握るだけのこの動きでこれだけではい だからね赤ちゃんが泣いてる時にイクメンブームなんでお父さんが「俺が泣きやましてやるよ」って取り上げた時に子供が「おっぱい」ってやってくれたら「あ、ええ、俺じゃ無理なんだ」って分かるじゃないです,かもうすぐ分かる。はい、なのにお父さんずっと「デー,ー,ーってやってたらもう大惨事なの、ね、うなんですよ、ね、ここねおっっぱいっていてれ一番最初に ね覚えさせてあげて。これあの長嶋茂雄さんじゃないですよね。違う。違う。違う。親指は立てなくていい。ちょっと芸人の僕よかボケるのやめてください。いや、ありがたいです。僕も今日真面目にしなきゃいけないでね。なるほどね。おっぱいね、こう手を握るだけなんで、お子さんもやりやすいんで。なるほど。これ一歳過ぎて、卒乳したっていう方は、このおっぱいを。牛乳とかミルクとかって覚えさせてあげるといいと思うんですよね。もうおっぱいじゃなくなるんで。はい。そう言って覚えさせてください。続いて。 もっとっていう離乳食もっと欲しいとかいうときに手をこう両手をつぼめてですねトントンと指先を当てるこれもっとのサインでございますもっとのサインもっとご飯食べたいよってこれね子供を繰り返しが好きなんで例えば絵本読んだ後にまだ泣いてるときとかもっと読んでほしいとかもっとってやるときあるんでもっとっていうのを覚えさせてもらいたいですね,ねはいほするっていうのをねほする,る、はい、あとですねこれ可愛いんですけど美味しい ほっぺたに手をねこう当てるだけのこの「おいしい」というサインなんですけどもこれ「おいしい」っていうのを子どもがやってるだけすっごいかわいいですからねお母さんも料理作りがいがあると思いますしなるほどなんかほっぺにこう手をあいておいしいあと意外と離乳食始まった時の子どもってあのミルク以外を初めて食べるんで変色な子が多いんですよ最初はねちょっと食べられないその時にどれがおいしくてどれがまずいのかっていうのが分かると。 このね、ご飯食べてくれないって言って困ってるお母さんにいいと思うんですけど,ど美味しいものがこれって分かってくれたらそればっかりあげててもいいと思うんですよね。なるほどねやっぱり体重が心配ですから大きくなればもうちょっといろんな説明をしながら食育することもできますけど、はい、最初はとりあえずすくすく育ってもらわないとな、ね、いけない,い,いわけですからね。 覚えてもらいたいですね。いいすねこれもうイタリアに行くとこうボーノになるみたいな感じ、ね、で、ね、でもやっぱりなんかこうこの辺ほっぺたのあたりをなんかうーんってやりたくなるっていうのは。はいはい でも本当にイタリア憧れの家族の方ボノでで教えてもいいすよあなるほどベビーサインって一応決まってますが各家で例えばおしっこのことしっこって言ったりちっちって言ったりバラバラ言なるとおり各家で作っちゃっていいですからなんか教えてないのにもう子供から先に自分でサイン作るお子さんもいるじゃないですかいますね僕知ってるお子さんとかおいしいもの食べるとまず目カット見開いてうん 今行くよ来るよさんのお腹をポンポン叩くみたいに右手をこう上下に <laughs> <laughs> ん、ね、あう見,、はい、見るんですけどあれは今うまいっつってんだろうなとかって <laughs> だから書く過程でそれをもうおいしいっていうサインにしちゃってもいいですあなるほどじゃあ、はい、先になんかお子さんがそういうのを見せたら、はい、うまくそれをサインに取り入れたりとかっていうのもうそうなんですよ。 美味しいよ。それで表現してるお子さんには、わざわざ、あの、手のひらをほっぺに当てるっていうサインで、美味しいにしなくてもいいです。なるほど。はい。それはちょっと少しずつ変化も。そこはもう各家庭で楽しんでください。わかりました。じゃ、あ僕は今ディレクターにあるサインを出して、ディレクター気づくかどうかね。うん。うん。はどういうことですか?。曲かけろっていうサインじゃなわかんないですよ。美味しいのかなと思っちゃった。 ちちょっっといいじっちゃう <laughs> いやでも面白いですよね、はい、で意外となんか僕あの,あの午後3時過ぎの,あのこう主婦の集まりみたいになってる時に最初子供を見てるんですけどだんだんこう会話に熱中しだして子供に気づかないお母さんなる時の,あのベビーカーにそのまま何て言うんですかこう忘れさられてるお子さん同士のなんか <laughs> なんか会話も始まってるような気がしてあの時におなんか面白い動きするのお子さんあれを見るのがすごい好きなんですよね多分子供同士って何かの会話でやってますよね。えー、よく CM とかでね、はい、じじつよくこう会話してるシーンみたいな、はい、こう言葉当ててみたいなあるんですけど、はい、あれとは違うんでしょうけどでも何らかのあれもうだからなんかママ友なんかが集まって子供だけで遊んでる時。 一個のおもちゃしか渡さない場合、うん、多分貸してどうぞみたいな会話なんかやってるんですよ。あますよね。そう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 。不思議ですよね。不思議ですよね、うん。あるわ。面白い。意外とこう自分で本当面倒を見る側に回ったら、はい、そういう余裕がなかなか持てなくなっちゃうっていうのは現実なのかもしれないんですけど。はい 僕ら関係ないとやっぱこう見てると面白いからどうしても子供を見ちゃうんですよねそうすると何らかのやっぱそういうのがいろいろ兆候としては出てますよね。いいやや子供ってやっててぱ面白いですね、うん、こう見えてんだとかうん、うん、もううち2歳なんで喋り始めてるんですけど、はい、例えばこういう丸い蛍光灯を見たらテントウムシさんとかいますもんね。 もう蛍光灯とし丸い蛍光灯としてしかこっちは見てないからそう思ってますけど、ま、なんかでもその結びつけてるなんかが丸いのとなんかあるんでしょうね理由がそう見えてるんでしょうねああ面白いわなんで大体その言葉を覚えたみたいなのもあり,ますねありますもんね <はい S 1> さりげなく親御さんがちょっと発した一言が妙に残ってたりとか、まあ、テレビとかもあるのかもしれませんけどね どこで覚えたら「くっせ」っていうの覚えちゃって「<laughs> パパくっせ」っていうのう <laughs> <laughs> 多分こっちが嫌がる反応が好きなんでしょうねあもうちょっとそういうなんかこの顔すんのが面白いみたいな、はい、面白いなもう感覚的なんだろうなでもなそういうのってあとうちで言うとあの鬼とか一つ嫌いなものを作っとくといいじゃないですかうんあちょっとその話あとでまた。はい はい。ちょっと懐かしいな名曲ですね。The Five Stair Steps で Ooh Child をお届けいたしました。 えー、この時間はゲストに日本人男性初のベビーサインアドバイザーたけとさんねいろいろとお話をお伺いしております。はい、知らないお子さんのね面白い部分がこ,この曲の間にもいろいろまだね <laughs> 実は聞いてますけどまた後ほど、はいろ、はいろ、えー、教えていただきたいと思います。ますさあそしてこの後はお知らせを挟んでさまざまなビジネスマンを迎えて仕事に関するお話を伺いながら今世の中で求められている人物をリサーチしますワーキングヒーローをお届けします。